池田隼人でございます。書いて書いてよかった。よしよしよし。はい、沖崎中の中です。ヤクです。こうちゃんです。川上です。本日はよ、頼む偉人ビンゴビンゴということで、今からビンゴやるんですが、はい、数字ではなく偉人でございます。偉人、はい、今回 5×5 の25マスありますので、25人の総理大臣の名前を書いてビンゴのシートを作ってもらいます。はあ。普通ね、ビンゴのシートの穴の開け方といえば、まあ、ガラガラを回して数字を選ぶと思うんですが、うん、今回はコンピューターでランダムな日付を1日選びまして、おお、入っていく。その日時点で総理大臣だった人物のマスに穴を開けることができます。なるほどね。ランダムにピッと引いたのが2019年6月30日と表示された場合は、安倍晋三と書いた人はその安倍晋三のマスに穴が開くというふうに。なるほど、なるほど、なるほどね。これを繰り返しまして、最初に5マスが1列に並んだ人が優勝。できるだけ長くやってる人書いた方が有利ってこと？まあそうですね、当たる確率は高い。あ、そうか、それは選べんのか。シンキングタイム10分間とします。10分、はい、10分か。10分、まあ、25人出るかもし出なかったらもうそこ空欄で空欄一生穴開かないです。早速書いていきましょう。はい、はい、はい、そこまでです。皆さんのビンゴシートはこのようになりました。ビンゴ。真ん中のまず、あの通常フリーのところを見ていきたいですよね。はい、ここはまあ一番ビンゴの確率高いですから、こうちゃんが安倍晋三、山本さんが伊藤博文、真組さん桂太郎、伊沢さん桂太郎という、桂太郎2人ですね。まあ、太郎にそうね、桂太郎長いからね。桂太郎、純粋に期間が多分一番長い。一番長いのは桂太郎が。山本さん、これ、東国の宮鳴彦を書いてる。書いてる、書いてる。思いつかなかった。なんなら安倍信之も入ってるからね。安倍晋三だけではなく安倍信之入ってる。思いつかなかった。安倍二人いたなっていう。政治の安定期の総理大臣を書いていけば長いんじゃないかなと思ったので、55年体制の前世紀、三角大福の時代とかを狙ってます。確かに三角大福か、三木武雄とかだ。そう、三角大福っていう言葉は思いついたんだけど、それぞれ誰だっけ。はい、では行きます。はい、太郎来い。太郎、太郎、太郎来い。麻生太郎じゃない、太郎来い。麻生太郎でもいい。麻生太郎やめて。はい、行きない。ストップ。1974年の5月26日、うん、ちなみにこれ誰ぐらいとかわかんないですか。田中角栄か三木武雄だと思うんだよ。田中角栄が中国訪問したのが1973とかだから、本当だ、だからその角栄がまだ残ってるか、次三木武雄に行ってくる。74年5月26日は田中角栄の誕生日。全員書いてる。ギリギリ最後思い出して東国の宮鳴彦王者をやめてこれにした。懸命な話。よーい、スタートー。1929年4月20日田中義一とか。だってさ、パリ不戦条約が結ばれた時の受賞が田中義一だ。で、多分、そうそう、29年だとしたら、すごい田中義一だ。クラさん、調べなくていいよ。1929年4月20日は田中義一でございます。田中義一は入れてなかったね。書いてない。書いてねえよ。書いてるのこうちゃんだけ。2連続田中じゃん。2連続本当だ、2人しかいない田中両方出ちゃったよ。うわ、本当だ。62年12月なのか。池田隼人、池田隼人だったこれ。なんでみんなのピンポイントすごいじゃん。だってオリンピックでしょ。そうかそうか。だったら池田隼人か。一応じゃあ調べますね。12月7日は池田隼人でございます。書いて書いてよ。うわ、よしよしよし、いいぞいいぞ。1911年の12月22日11年、ちょうど近年終わってよ。いやだから経営ギリグリギリ桂太郎じゃない。俺も桂太郎とか採用です。どっちから第3で桂太郎内閣がかなり短いって。1911年12月22日は西園寺勤務持ちで、陸軍大臣上原優作が単独で辞任を出したことによって、軍部大臣現役武官制を生かして内閣を崩壊させることで知られる。詳しすぎあったな、そんなの。あ、でも西園寺勤務地全員書いてますね。まあまあ長いですから、純粋に2000年11月12日これ森喜朗か小泉純一郎の端境ぐらいじゃない。ちょっと1個言っていい、はい、このね、3人に対する僕の知識は、まあまあ、ブンブンブンだからね。何も喋るかね。
連合落ちた時点で、ああ大体とか言ってるうんと思いながら、何もわかんない2000年11月12日は森吉しまった書いてない。アシリュウやって、サメピがやって、森吉郎でこういうサメピサメピサメピサメとピザね。分かるよ、分かった。サメとピザのことサメピっていう。分かったけど、サメピとそんな逆して呼ばない。サメピね。カレピみたいな。そうそうそう。1908年1月23日でした。はい。はい、これは、ケイタロウじゃない？確認ですが、はい、リダさん、チェンジすることもできます。チェンジのルール説明しますと、1の位、年の1の位ですね、を変えることができます。なので、1900年とか1901年の1月23日というふうに変更することもできます。なるほど。これは1回だけ。これ1回だけなんだよね。まだ使いたくないんだよな。あ、まあ、いや、使わないわ。はい、はい、このままいく、はい。1月23日は、西園寺金文字でございます。まあ、そうだね。まあ、1919年7月3日。おぉ。1919年か。うわ、なんか。誰がノーベル賞受賞してる？文学賞？文学賞は、シュピッケだ。全然関係ない。何の賞？7月3日は、原隆史でございます。おー、原系じゃん。よしよしよし、原系じゃん。はい、これでこうちゃんも3つ並びましたね。おー、早いね。いやいや、そこがそうなんですか。で、しかも残り、あの、長曽根康弘と安倍晋三結構。あー、長曽根康弘分かりやすいと来ちゃった。長曽根のとこが安倍晋三ほんと長いからね。1999年6月20日え、これサミピチャーズ？サミピって誰だっけ？おうち。おうち。村山富一ちゃん狙ってもいや、村山富一ちゃん狙っても良い、確かに。村山富一はね、いいよね。その狙いやすい理由があるから。はい、はい、はい、1995年、うん、そうね、5年にしますね。そうだね。そう、どういう推理ですか？僕は95年生まれなんですけど。ああ、なるほど。生まれた時に村山富一だったはず。なるほどね、わかりやすい。あ、そういう理由。そういうこと。シンプルにそういうこと。1995年6月20日は村山富一です。1945年から戦後50年単位を発表したのが村山富一さんで、それが1995年だから。そういうことなんですよ。なるほど。なんか、なんでみんな俺の誕生日に詳しいの？なるほど。1920年の5月19日。はい、もうワンチャン外れました。高橋これ起用の可能性もあって、その次だとした。書いてないなぁ。一応ギリで入れた。ギリギリ何のギリ？母校創設のギリ。ああ、そうね。あれも体制よ。結構ギリある人。1920年5月19日は奈良高橋。まあそうだね。まあ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 そうだ。あちら太郎です。よしよしよし。お、これでガゼン俺やりやすくなそう。はい、これで、川上さんと伊沢さんはど真ん中の色が変わった、ど真ん中に穴が開いたという形です。1998年の7月13日お、サメピチャンス。何回も崩れる。いや、そのまんまでノーチェンジ。はい、これ、龍太郎かな、わかんない。7月13日は橋本龍太郎。橋龍か。よしよしよし。自分の誕生日の時さ、橋本龍太郎じゃなかったっけ？7年11月28日。多分そうだね。そうだ、そうそう。見え、生まれた時の首相覚える？ゼロ歳でしょ。1924年8月31日うわ、20年代多いの。加藤高明。ああ、そうですね。1944年3月29日ポーチはそろそろ変えておかないと次の週の時もうリーチかかってる。はい、じゃあちょっと変えてみます。はい、1941にしてください。太平洋戦争勃発直前のに春の音出されてて、それが1941だな。じゃあ1だとしたら、そうだね、なんかなんか、はい、はい、1941年3月29日はこの絵柄です。俺の日本史ノートの右下に春の音の項目があって、右下が確かにこの絵柄だった。それで覚えてなるほど、これすごいな。完璧だね。はい、これでこうちゃんがリーチでございます。いや、伊藤博美か。伊藤博美リーチはでかいね。2014年12月20日安倍晋三です。真ん中、真ん中。あ、しかもこれでこうちゃんダブリーだ。はい、これで、こうちゃんは中曽根康弘か伊藤博美が出れば勝ちと。2012年9月10日和田義彦です。でも変わってる。来い。あー、やばいこれは。1891年2月3日でございます。はい、いやー、でもね、黒田か山形か松方の可能性の方が高いですよね。伊藤博文じゃないはず。1891年2月3日は
山形有朋です。おー書いた書いた俺は書いた俺も書いた。はい、これで、伊沢さんは山本ゴンベイが出るとビンゴとなります。こうちゃんは、中谷康弘か伊藤博文が出たらビンゴでございます、はい、うわー、うわー、1893年の9月23日どうだ、もう俺は変えられないからこのまま、はい、いやー頼む松方正義であるぞ、はい、頼む松方正義だってくれ正義頑張れ、はい、1893年が23歳、はい、松方正義であれ、はい、松方正義伊藤博文であれ、はい、1893年9月23日は伊藤博文、伊藤博文、伊藤博文、あー終わった、優勝はこちら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。うわー、松方頑張れよー。いやだから松方正義だよ。よかったよかった。これで今結果を見ると俺がチェンジした本郷文丸の成果がだいぶ効いたね。そうだよね、確かに。しょえ、これめっちゃ楽しいじゃん。めっちゃ楽しい。もう一巡ぐらいしたい。次決めたい、これ。じゃあまあ、食べちゃんでやりましょう。はい、はい、ということで今日はね、総理大臣ビンゴやってきましたけどね、難かったですね。一緒にやってみたという人がいればどれぐらいできたか教えてください。あ、そうだね、これ一緒にできるか、ね、一緒にできるか、ね、いや、25人出すと大変だった。そうね、10分で25人出して、ぜひ皆さんもやってみてください。どれぐらいできたかな。ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターのもよろしく。さよなら、さよなら、どうしようもんですね。あん